気温めるエンドリッチプレミア電撃移籍へ。スペインメディアスポルトによると、サウサンプトンがレアルマドリーに所属するエンドリッチをレンタルで獲得することに興味を示している。レンタル移籍賛成。しかもフィジカル重視のプレミアなら活躍できるイメージもある。今のマドリーの状況だとエンドリッチまで放出したら前線の枚数少なくなりすぎないか。ジュレルはマドリーで出続けてほしい。エンドリッチはレンタルで一旦武者修行や。未だにエンドリッチの良さがわかんない人間です。放出は大賛成です。なおエンドリッチはマドリーで今季ここまでリーグ戦8試合54分の出場にとどまっている。いろんなことを吸収できる若い年代でベンチにいるだけはもったいないよね。ジュレルもレンタルさせちゃおうよ。試合に出てなんぼのサッカー選手でしょ。プレイスタイル的にエンドリッチは小手打開できるようになってほしいから、プレミア行くのは大賛成。エンドリッチ出してホセルをもう一回戻せば結構バランス良くなるのでは。プレミア上陸なるか。